はい、じゃあ3番いきましょう。今日のレポートの肝なんだよ。ここは、ここのシナリオがわからないと表現も減ってくるもないでしょ。推論も表現も減ってくるもないよね。はい、じゃあ行きましょう。
じゃあまあどんどん行きましょうか。はい。準備いりますか。準備いる。なんか心に書く。あ、今書いてます。うん。あ、じゃあやりながらで。じゃあ4番はですね、今日の書きかけの天気図を完成させるにはこの方がいいよと。この4番の人で固定にできる。実はできます。できるよ。これはもうあとフェイスブックでいいよ。フェイスブックでいいよ。じゃあもう50個でやってもらっていいので、交互線と同じ、交互線の書き方も同じなんで、
構な弾き方したら、うまみ合ってるやつっていうのは、自然にこう、急にグッて狭まったりとか、急にこういう風に広くなったりっていうことがないので、で、けど、だんだんと狭まっていくっていうことはあり得るので、はい、まあ、それはまあ、まあ、ありがとうございます。で、まあ、この小圧線確保としては、まあ、1個目、最初の1016っていうのが書かれてるんで、まあ、それを見ながら、その隣に行って、一番こう、粘り的に多いもの、例えばこの場合だったら内側かな、1016の日本側に寄っていくと、次の4ボトだから1012っていうのが見やすいと思うので、なるほどね、でそれをまず書いてあげて、で次、まあ、ちょっともう一個内側に行くと見にくいかなと思うんですけど、1800取ってあげて、というふうにしていって、で逆に外側に1020に照らして、1020を見てあげて、ここは1020かなみたいなことを考えていくと。はい、で、コツの2つ目としては、まあ、厳密に書いてしまうと、ものすごい凸凹になってしまうことがあると思うので、まあ、ある程度の感覚とかが大事です。まあ、自分の感覚で、あ、この辺はこういうふうにつながってるんだろうな。で、滑らかに書いてあげることが大事です。滑らかに書けるような感覚で、はいはい、まあ、自分の感覚で書いてあげることが大事です。で、最終的に、もう一つコツがあって、はい、観測、ちょっと。で観測点がない部分、はい、何も書いてない部分はどうしようかということなんですけど、はい、何も書いてない部分っていうのは、うん、例えば、この場合分かれる部分があると思うんですけど、そこはやっぱなんか
別の知識、自分が持ってる知識であったり、その下の方、あの赤道に近づかず近づくほど、まあ、制圧になったり、制圧体系、移動制圧体系があって、気圧になったりとか、はい、大陸に行けば行くほど、大陸性の高気圧があるよとかっていう、まあ、知識を、まあ、活用しながら、そういう書いていくと、はい、まあ、まあそういう風になってるんだなっていう。まあ、言葉の説、言葉の理解にもつながると思うので、はい、まあ、そういうふうなのを考えながらしていただくといいかな、はい、以上です。はい、じゃあありがとう。はい、ありがとう。あ、定規いいよ。
20があるんです。そうすると確実にこの手間通るよね。ここが縛りになるから、アバウトながらも大体みんな似たような形になる。で、同じように24もきっとこの辺のどっかにあるんでしょうねって根拠が増えますよね。自分で点を足すんです。1,2,3 と上がってきたら階段の幅はこれなんだから、これ決まるんですよね。同じ幅で上がってった時に、あ、ここがいくつだと自分で空白のところに自分でこれもヒントとして使っていいんじゃないのと生み出す。白紙のところ、白紙のところいっぱいありますよ、太平洋の面だけど自分でヒントを生み出す。そうするとどんどん自分が楽になってくる。推測していって生み出して表現していくとですね、どんどん自分が楽になっていく。そうするとどんどんできていく。結果的に、はい、っていうことをやっていきますよっていう話です。じゃ最初のね、一般が低気圧と高気圧っていうすごいシンプルな話してくれましたね。そもそも何なの、根本的な話をしてくれたじゃん。最終的にはあのシンプルな話に戻っていきます。結局等圧線になってますけど、この水面の高さがどれくらい高いの、その階段の数を数えてるんです。分かります、まあ、ある場所をこう切ったときにどうか見えるとね、斜面はどっちに向かってるの。自分は月で行ったら山頂から谷に向かって滑りますね。どの斜面を下ったら緩斜面、急斜面が見えてくるわけです。ただ線を白線じゃない。でやり方としては4番説明できると思います。やり方はその通りで、はい、ちょっと線が生まれますけど、これそれ何なのかな。結局この階段を描きたいんです。ある面できたらこういうふうになってるし、ある面できたらもっと緩やかになってるかもしれないですね。それをただの線だと思う、地球の凹凸が分かるようにイメージしてほしい。はい、じゃあそれぞれちょっとね、試しにやってってみてください。それなりに、まず12は引けるんじゃないかなと思うので、4番はどこでいいの、あの進めるところはどこで進んでください。これをこれでね、こうちょっと作っていくので、最終的に大体みんな同じになると思いますけど、まず12から引いてみてください。
あれ、4番25年不得してるんですよ。はい、やばい。25年不得してる。全20は不得してる。とりあえず聞いてからいい。その予想ぐらいつきますよねって話です。
瞬間しか分からないんですけど、この瞬間が分かるだけで明日が分かるんです。だからこれ1枚かけたら天気予報できますよね。来週は自分で一から書いたら、その日の次の天気予報が自分でできる。今日のは札幌だから4月の話ですけど、来週どんな天気になるか分かりませんけど、それを自分で書くと自分で明日が分かる。ニュースも聞かない。はい、という感じでね、次行ってもいいですか。